ニュースがあります。インドの方からね、人力車がようやく今週帰ってきたっていう連絡がね、おとついドーンって急にやってきまして、いきなりすぎてちょっとね全然実感ないんですけど、とりあえずね、よかった。うちのヒロシもね、めちゃめちゃ喜んでるっていうね。そう、とにかくね、2年目同じ車でもう一回旅できそうなんで、多分壊れてると思うんやけど、ちょっと修理して、もう一回ね、走れる状態まで持ってって、5月多分2、3週目ぐらい旅できたらいいかな。ちょっと本当にみんなに申し訳ないと思ってます。ごめんなさい。旅ね、準備がね、あまりにもね、僕ら遅すぎて、あとは仮ね、通貨申請やったりとかね、あとはこう、運送会社とやり取りしてるんですけど、あんまりちょっと連絡来なかったりとかね、いろいろ問題は多いんですけど、もう一度改めてね、ご贔屓いただけたらありがたいと思っております。はい。ってことでね、しばらくまだ浅草にいるのと、帰ってきた神社ね、修理したりとかね、あと皆さんのね、夢を乗せれるように、いい準備をしていきたいと思ってるんで、引き続き応援の方をよろしくお願いいたします。はい。ってことで、今日は取り急ぎご報告でした。ムービー見てくれた皆様、大変ありがとうございます。もしシェアとかね、いいねとかね、あと YouTube の方見てもらえたらめちゃめちゃ嬉しいんで、とにかくね、あと浅草に乗りに来てもらえたらめっちゃ嬉しいんで、よかったらね、お待ちしてます。では今日はね、最後に真面目なことちょっと言い過ぎたんで、一発ギャグでちょっと締めたいと思います。サッカー女子日本代表澤穂希選手があまりにも自分が好きすぎてカラオケ中に自分の名前言ってしまったっていうね。いきますよ。ウォーウォーウォー、澤になって穂希。すいません。